チャルル・メリオンはフランスの版画家。19世紀フランスを代表する同版画作者の一人でパリの風景を描いた作品が知られる。パリでイギリス人の内議会の父とオペラ座の踊り子だった母の間に生まれる。母は早くに亡くなり、メリオンは1837年にフランス海軍学校に入り、1839年から1846年にかけて コルベット・カンドゥランに乗り組んで世界各地を公開した。ニュージーランド、ブラジル、タヒチなどの各地で鉛筆で素描画を描き、これは後に地方の風景のエッチングすることを学ぶときに使われた。1848年に退役し、絵を学び始めるが、色覚障害があることが分かり、ウジェーヌ・ブレディにエッチングを学び始める。単純労働で生活をまかないながら、 オランダのレイニエのオームスやアドリアン・ファンデ、ベルデなどの手法を学んだ。母国に熟練すると、1850年から1854年にかけてオリジナル連作集、パリの同伴画に取り組む。ビクトル・ユーゴーとボードレールはこれらの作品を高く評価した。1850年代半ば頃から精神状態が不安定になり、1858年から シャラサン・モーリスの精神病院に入院した。翌年の退院後も制作活動を続けるが、1866年に再入院し、1868年に死去した。ノートルダム寺院の会場、2 7 4 6 1センチメートル。メリオンには、パリの同伴が22作品、その他の72作品の94のエッチング作品が生涯に残されている。 パリの他には、ブールジュの木造家屋を描いた作品もいくつかある。彼の深いイマジネーションと高度な技術は、わずかな芸術家、批評家、鑑定家にのみ評価されていた。エッチング業者のフェリックス・ブラックモンとレオポール・フラマンと提携していた。パリの同伴がシリーズには22作品の他に、これに含まれる可能性がある作品が10ほどある。いずれにせよ、各作品は、 メリオンの全体像を理解するのに意味を持っている。それらはメリオンのパリでの生活での悲しみを歌ったことを示している。彼はその輝きと同じくらいに貧困や悲惨さを描こうとしていたのであり、パリの単なる風景を刻んだのではない。それらは詩人にとってのビジョン、アーティストにとっての構成などと同等のものとしての風景である。メリオンの女児詩は 彼自身の干渉と当時の様々な出来事に大きな影響を受けている。例として取り壊されようとしている旧時代の建築物の印象のために特別な愛着にせかされたことも少なくない。エッチングの技術は作品から見ることができるが、それは作品を減るにつれて向上し、印象的な主題の作品では顕著になり、収集家はミステリアスな題材や純粋な美のために、 それを愛好する。不食道版画家協会など、美しいすりへのアプローチの中で、メリオンは和紙や緑がか,かった紙を使った。当初は自ら版を摺っていたが、後には著名なすりし、ドラードルに任せるようになる。また一つの版に、多くのステートがあることも知られる。ノートルダム寺院の公人、ワンオブザイ・チャイングス・マリアン・エクスキューテッド・イン1850、54。 ノートルダム寺院の工人は一般にも人気があり、メリオンの代表作とされている。川の上の空間で境界の雄大な外壁に刺す光と影が素晴らしい、効果を示す。建築物の描画において、メリオンは完璧であり、広く様々なスタイルを取り入れており、それらに同等に比較できるものとしては、JMW ターナーのあまり知られていないがゴシック建築の描画がある。 どんな都市の描写にも建築物は現れるが、それはビジョンでもあり、ささやかな年代記でもある。メリオンの描いた建築物の一部には空想を示すものもあり、それは通りの人々、川、また極めて率直で華だしく象徴的な場合には、空に群れる人々といった形から得た自由な空想である。おおよその彼の方向性は風景画家であるように見える。それらは、 学術的な正確さよりも、目に映る美しさが描かれる。描画の技法でなく、導入の目的に着目すれば、風景画家とは言えない。その景色での干渉と、例外的に調和するようにも見える。死体工事書の場合のように、絵で物語を語ろうとする。ラリューデモーベイ・ギャルソンの場合でもそれが示唆される。そして、ノートルダム教のアーチの場合のように、 その景色に活力と正気を与える表現行為と熱望する動きがある。彼の作品の人間性と固有の目的に関する限り建築物については完璧であり、自然から得るものは主題の性格から要求されなかった。木を美しく描かず、葉に幸福を表さず、それらは緻密でも数多くもない。しかし、都市の性格を表現するために、 様々な水ゆるやかな川の水、様々な空灰色に曇った空や、屋根と煙突の世界の上を覆う低い空などを描写する方法を知ることは必要だった。これらの水と空に彼は、際立って大家であり、あらゆる光の中での変化を注意深い愛情を持って、記した。フレデリック・ウェドモア、マリアンマリアンエスパリ。ありがとうございます。